今日は、8月の26日日曜日です、今日は4台で、埼玉の秩父の方にツーリングに行きたいと思います。今日は近所というか、まあ、近いっちゃ近いですけど、地元の、フォロワーさんの R25 と R3 で、あと同じチームに所属してるんですよね、前の2台は。あと BM の S1000XR って書いてあるんですよね。すごい楽ちんそうっすよね、ポジションが。とりあえず今日はこの4台で行ってみたいと思います。今道の駅五花で休憩して圏央道を乗りました。いやー、全然渋滞とかなかったんですんなり来ましたけど、やっぱ暑いっすね、日差しが。今日は35、6度ぐらいまでは上がるらしいんで、まあこれは本当修行ですね。絶対クソ暑いですね、秩父の方は。とりあえず鶴ヶ島までワープしたいと思います。今県央鶴ヶ島のインター降りて下道走ってます。いやー暑い。299、もうちょっとしたら299ですね。テンション高えな。足が久保到着は、めっちゃ水遊び楽しそう。秩父の街の中入りました。お腹空いた。やっぱ混んでますね、こっちは。豚味噌丼の坂もだいぶ行列できてましたけど、こっちもだいぶ混んでますね。バイクがやっぱり多い。ご飯まであと1分、170m。 早く止められないね。ご飯を食べてきたんですけど、今日はタヌキン亭っていう、定食屋みたいな、定食屋でもないのかな。今回初めて行ったお店だったんですけど、まあ、ツイッターのフォロワーさんの情報で教えてもらったんですけど、なんか豚の角煮の上になんか半熟卵、温玉みたいな、温玉乗ってて、なんか平日限定、まあ、今日なんか特別やってたんですけど、チーズが乗っかってるバージョンとかも、あと、なんだっけ、とろろがかかってる
山かけバージョンみたいなやつとかもあって、まあ、今回チーズかけて食べたんですけど、いや美味しかったですね。あの角煮もすごい柔らかくって、うん、味噌汁も美味しいし、うん、当たりでしたね。全然大盛りじゃなくて小盛りでお腹いっぱいです。はい、ちょっとリピーターになりそうですね。あれは結構美味しいです。まあ、野坂とかね、あっちはすげえ混んでるんで、混んでた時はこっちで食べたいですね。で一応食休みがてら今から、ループ橋の方ですね、大滝食堂とかある方ですね、そっち今向かってます。140号大滝温泉の方に向かってます。やっぱ今日バイクが多いっすね。うん、結構一緒に走ってる人たちがやえしまくってるんで後ろでなので俺が何もしなくても前からみんなやえしてくれるって楽ですね。いやでもやっぱ車も多いんでちょっとねペースがあれですよね。うん、でもだいぶなんすかね、さっきまですごい暑かったけどまだ我慢できるレベルになってますね、気温的には。なんでバイク弁当でなんで救急車来てんの。どうしちゃったんだ。ほんとこいつタバコ吸ってんのが腹立つな。灰を捨てんじゃないよ外に。久々のループ橋。いやいいっすねここは。
その後は、一応、ミューズパークですね、でっかい公園があるんですけど、そこで、休憩して、で定峰峠を走って、帰りたいと思います。そう、やっぱ事故がやっぱあったみたいですね。まあ、転んで多分オイル漏れしたやつを処理した跡がさっきあって、まあなんか大滝食堂もね、なんか救急車は来てたし、何だったか分かんないですけど、やっぱこんだけバイクね多いと事故もやっぱありますよね。まあ調子に乗らず安全運転で、帰りたいと思います。宇都宮の方はなんか結構昼間から土砂降りらしいですけど、こっちは土砂降りの気配どころはないですね。全くものすごい暑いっすよ。まあまあ雨よりはマシですけどね。いや暑い。から定峰峠入りました。だいぶ日が暮れてきたせいか薄暗くなってきましたね。ちょっと涼しくなってきましたね。ある雲はやばいっすね。めっちゃ雷ビカビカ光ってるんですけど。大丈夫かな。方角的にやばそうな気がするけど。やばいな、あの雲。間違いなく土砂降りにやられますね。すごい。あの雲はやばい。やばいな。どこにあんの、あの雲。笑いが出るぐらいすごいな。怖っ。今秩父の、定峰降りて今、街の中の方に降りてきたんですけど、
いや、すごいっすね。雷が向こうで鳴ってるんですけど、一応ナビの通りに帰るんで、運よく雨を逃れられればいいかなと。多分熊谷あたり、いやーすごいっすね。ビカビカ光ってますよ。間違いなく土砂降りっすね。ゲリラ豪雨ですね。まあそんなわけで一応今回はこれで締めたいと思います。今日はですね、一応思いつきで、せっかく日曜日なんで誰かしら来てくれるだろうということで、ツーリングを企画したわけですけど、まあ、近場に住んでる、ツイッターのフォロワーさんが、来てくれて、合計4台ですね、ツーリング、行ってきました。一応埼玉の秩父の方ということで行ったんですけど、最高気温がやばかったですね。35、6度ぐらいまで行ったんじゃないですかね、多分。本当にやばかったですね。もう飲んでも飲んでもなんか汗で全部出ちゃうみたいな、そんな感じでしたけど、いや楽しかったですね。でもわ、すごい月が綺麗満月ですね今日。話の途中だったんですけど、まあそんなわけで、今日初めてご飯食べ行ったとこも初めて食べ行ったとこだったんで、新たな発見というか、そんな感じで良かったかなと思います。また涼しくなったら、まあ秩父の方はまた行こうかなとは思ってますけど、そんなわけで、今回は4人での、秩父ツーリングでした。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。いや雷やばい、うわ落ちたな。いや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 、すごい。今足利あたりですかね、50号手前あたりなんで、いやすごいやばいっすねこれは。こっちまだ降ってないっすけど、相当やばい。もう結構怒ってますね、あっちこっち。無事に振られずに帰りたいっすね。振られてばっかの人生はごめんですねいや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 、すごい。